新函館北斗行きですか。新函館北斗行きと1日2本しかないですよね。9時40と13時乗る人いるのかな。バスがついても誰も乗らないですね。で新函館北斗行き1000円で、ね、移動できます。ということで空港から、ね、新函館北斗の連絡バスで新函館北斗駅到着しました。所要時間70分ってなってましたけど、もう55分くらい着きましたね。乗客は湯の川温泉から2人乗ってきたので合計3人でした。ということでね、改めて新函館北斗駅に来ています。で新幹線の終着駅だけど何もないみたいなことでね、有名ですけど、まあ、すぐそこに、ホテルと、まあ、少し店があって、あと郵便局、レンタカー屋ぐらいですね。ここはマンション、東横インを作ってるんですか。東横インができればね、少しね、また流れが変わるかもしれないですね。で、ここから何に乗るかっていうと、2駅で終点に乗るんですね。その名も、快速函館ライナー、新函館北斗始発函館行きってことで、2駅で終点シリーズもね、途中通過駅があるタイプのものは乗ってなかったんですけど、ちょっとね、今回はね、乗ってみることにします。この函館ライナー自体ね、乗ったことなかったんで、乗りたかったんでね、いい機会だと思います。さあ、一応時刻表で見てみると、これから乗るのが11時10分の快速函館ライナー函館行きですね。函館ライナーは普通列車と快速があって、快速は 1,2,3,4,5 1日7本と意外と少ないですね。多分快速がハヤブサに接続してるやつだとは思いますけど、10時53分にハヤブサが到着して、さらに同時に東京行きも発車するんですね。じゃあ入場券でね、入場券も200円になりましたけど、これで見に行ってみましょう。さあ、じゃあ新函館北斗のホームです。で、はやぶさ1号が入ってきます。12番線に到着の列車は新函館北斗、新函館北斗。いやーすごいね、到着と同時に動き出しました。でこれで新函館北斗に着いて、みんな函館ライナーに乗り換えるんで、乗り換え改札がねすごいことになるんですね。で乗り換え改札を通る人が多数ねいらっしゃいます。まあ、本当に多い時だとここに渋滞ができちゃうんで、そうすると途中下車できる切符ならね、この1回改札を出てもう1回外の改札から入り直す方が早い場合もあります。さあ、ではね、1番線函館ライナーということで、しかもね、11時9分にスーパーホークスと10分に函館ライナーで、さらに13分に確定の函館駅っていうね、すごいですね。乗り換えに合わせてみんな来るんですね。快速函館ライナー、独自のヘッドマークもね、あるんですね。車内で不審なものを見つけたらすぐに乗務員、ドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてください。この先揺れますので、お立ちのお客様は釣り革や手すりにおつかまりください。函館線快速函館ライナー函館行きです。これから五稜郭に停まり函館へ参ります。五稜郭公園へおいでのお客様は終着の函館駅までご乗車になり、函館駅前から市電や路線バスをご利用いただくのが便利です。終着の函館で下車しました。意外とね、3両で全員座れるぐらいのね、人数の方がね、意外でしたね。まあ、あとはね、五稜郭駅がね、名ばかり五稜郭なんで、五稜郭公園へは函館駅ご利用くださいっていう放送があったのがちょっと面白かったです。まあ、じゃあこんな感じでね、函館ライナーの2駅で終点動画は以上になります。ではまた次の目的地に移動しますので、どうもありがとうございました。